はい、皆さんこんばんは、こんにちは、こんばんは、ビンボちゃんぐらいのビンボッチです。今回はですね、今僕の中で、大爆笑大ブーム、である、カウントダウンエリートラッパーのですね、裏をちょっとね、もうちょっと深掘りして、紹介していきたいと思います。この前っていうか前の動画でね、紹介したんですけども、今回もまたちょっとね深掘りして紹介させてください。はい。で、これがですね、僕メバリングとかに使ってまして、これ3号かな、3号なんですけども、最近ちょっとメバル、伝統の明かりの下のメバルちょっと擦れてきまして、当たらなくなったんですけどね、他の魚ね、もう釣れるんで、いつもですね、このルアーのおかげで、坊主はないです。はい。結構ね、ボトムを攻める釣りでも目がかんないんで、あんまり、もともとカウントダウンつって沈めて使う、ものですけど、ミノーなんでね、これ、はい、根がからないようになってるのかなという感じですね。で、ちょうどこの前、撮影して、このルアーでね釣るところを映しましたので、ちょっと見ていただこうかなと思います。じゃあどうぞ。
マジか。図らずも連れてしまった。これでいいっすね。またかい、しかもオス。はい、ということでね、魚だけじゃなくてね、イカも釣れてしまうんですよね、これ。前に、ちょっとね、紹介したんですけども、プラグを改造してですね、こういうの、これですね、イカツールっていうカンナを、つけるとですね、メバペンに、イカも釣れる欲張りリグ、メバルもイカも釣れる欲張りリグができるよって、いうふうにですね、インクスレベルさんからね、受け売りで、ちょっと説明させていただいたんですけども、今回、図らずも、カンナをつけなくても、釣ることができました。で、当たりがいっぱいあったんで、多分ね、カンナつけてたら、すごい釣れてたと思います、ヤリイカ。はい。で、どういったアクションをしてたかというと、僕は、カウントダウンエリートって、やっぱり、巻いてきて止めた時のですね、ローリングとシミ、フォールアクションですかね。木の葉みたいにこう、ヒヤ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 って、ヒヤ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 って落ちていくんですよね。だから止めて、巻いてきて止めて、で、2のレンジに入りましたら、止めて、ヒラ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 ーという感じで、フォールさせて、当たりを待つ、っていう使い方をね、することが多いですね。はい。で、このパターンでヤリイカ、来ました。はい。で、ヤリイカも好きなんかなと思って、このパターンがね。はい。という感じでしたね。で、これ汎用性すごく高いんで、もちろん、今回はメバル釣れなかったんですけど、メバルも釣れるんでね。いろんな魚が釣れますので、おすすめです。はい。2000円以上するんですけどね。1個はね、ルアーボックスなんか入れててもいいんじゃないでしょうか。あと、バルサ材なんで、青物とかには向いてないと思います。せめて、シーバスぐらいですかね。シーバスとか、それぐらいの、魚、はい、トラウトとかが、によ絶大な効果を発揮すると思います。ということで、カウントダウンエリートについてでした。ありがとうございました。